もう一歩たりとも歩けませんわ。だらしないな。ちょっと歩いただけじゃない。私もお腹ペコペコです。食事は後ほど用意しよう。せっかくだから君たちにも私の大好物タルアワビのコーヒーを食べてもらおう。さて改めてようこそ私の研究所へ。こちらに来るのは久しぶりですね。このような場所では怪しげな研究、錬金術や人造人間の製造を行っているものよの。そういった研究も興味深いがね。残念ながら私の専攻は機械工学、特に異世界からの漂着物を研究しているのだよ。お前の研究などどうでもいい。それよりも今後の方針についての話をすべきだ。まずは伝聞などではない正確な情報の収集。情報を制する者は戦いを制すというからな。うん、君の言う通り。魔王とその巨匠マグリットがどこにいるのか、そしてどこに向かっているのかの情報も欲しい。まさにその通りだ。どこかに情報を集められる場所はないのか。そうだな、このアズマの王国の首都ポート時オナで情報収集するのがいいだろう。時オナですか。それにここはアズマの王国というのですね。練馬や中野区もそうですが、私たちの世界の地名と似ていますわね。その都とやらにはどのぐらいかかる。街道沿いで半日といったところかな。直線距離ではその半分以下なんだがね。なんだか奥歯に物が挟まったような言い方ね。それはだね、この中野区地方と王都の間には魔獣の森と呼ばれる危険地帯が広がっているんだ。漁師どころか荒くれ者さえも避ける場所でね。おとなしく街道を通るのが無難なのだよ。ふふん、それは面白いではないか。このわらわが魔獣を蹴散らしてくれようぞ。いや、わざわざ虎の尾を踏む必要はない。何よりもつまらん戦いで消耗する必要もなかろう。そなたを危険にさらすわけにもいかんかな。私たちのことを心配してくれるんですね。嬉しいです。ふん、そなたのもしものことがあってはモリーには悲しむかな。また歩きますの。リムジンとは申しません。せめて馬車か何かを。そうだな、君たちも疲れているだろう。出発は明日として、今日は体を休めようじゃないか。え、私が言いたいのはそういうことではなくて。明日もがっつり歩きですか。まあ私は若いので全然大丈夫ですけど。何言ってんのよ、あんたはお留守番に決まってるでしょ。それがいいかもしれないな。なーに、安心したまえ。備蓄食料は十分にあるし、手持ち無沙汰であれば本でも読んでいてくれ。いやいやいや、なんで話を進めてるんですか。私もついていきます、絶対に。大
だけどあんたは戦えないじゃない。ここまでは大丈夫だったけど、いつ悪魔に襲われるのかわからないのよ。それはマリオンさんだって同じじゃないですか。マリオンさんは魔法少女じゃないし。あんたが知ってるわけないけど、マリオンさんは爆弾やらで戦うことができるの。それにこの世界のガイド役が必要でしょ。でも私だけ置いてけぼりなんて。メイ君、君の気持ちはよくわかるが、ここはおとなしく留守番していてくれないかな。率直に言わせてもらうと、君がついてくることでイコ君たちが全力を出せなくなってしまう。理由はわかるだろ。君を守るために戦力を割く必要が出てくるし、何よりも戦いに集中できなくなる。はい、わかりました。それじゃあメイちゃん先輩はお留守番だね。すぐに終わらせてくるからちょっとだけ待ってて。悔しくなってくるんですけど。ほらほら、そんなにむくれないの。この騒動が終わったらちゃんと相手してあげるから。イコに相談したいことがあるんでしょ。もはい、わかりました。だけどちゃんと迎えに来てくださいよ。勝手に帰ったりしたら怒っちゃいますから。ちゃんと目を開けて歩かないと危ないです。分かっているのですけど、油断するとこうまぶたが落ちてきて。もうエリザちゃんったら、昨日はそんなに寝つけなかったんですか。寝つけなかったのではなくて、マリオンの研究論文に没頭してしまっただけですわ。おかげで気がついたら空が明るく。見事な大あくびじゃないか。確かに今朝方までそこの明かりがついていたな。やれやれ、困ったやつじゃの。わらわたちを笑顔で送り出してくれたメイの爪の赤を煎じて飲むがよいぞ。それにしても実に見事なヒロインぶりよな。おなごのわらわでも心がときめいてしまうわ。本当にそうですね。もう少しわがままを言うのかと思っていたのですが、笑顔で送り出されると申し訳なくなってしまいます。なんだか素直すぎるのよね。あの子がああやってニコニコしてる時はいつも何か企んでる時だし。で、さすがに空気を読めるか。ここは悪魔や魔獣が闊歩する異世界なわけだし。おい、イコ、聞こえていないのか。ああ、ごめんごめん、ちょっと考え事してた。何を言ってたの。あいつのことだ。あいつ、メイは本当にただの人間なのか。は？ほうけた顔をするな。僕は至極真面目に聞いているんだ。やめよ、ミンディ。唐突にも程があるわ。なんとでも言え。僕は聞きたいことを聞いているだけだ。いいかイコ、僕たちが通っていた揺らぎに異常が発生したのはあの人間が原因と思われる。それってどういう意味？もしかして揺らぎって人数制限でもあるわけ？そうではない。あの時揺らぎに何らかの干渉があった。それも外部からではなく内部からだ。メイが何かしたって言いたいの？一
っておくけど、あの子はただの人間よ。それに干渉云々言うならあんたたちじゃないの？たまたまあんたたちの魔力が干渉しちゃったとか。イコの言う通りじゃぞ。あやつはどう見ても人間、魔力のかけらも感じぬ。そなたも分かっておるはずじゃ。そんなことは分かっている。お前が言うように魔力は感じないが、あの女には。ねえねえみんな、なんだグラ、僕の邪魔をするな。さっきからね、魔獣の匂いがしてるの。グラたちのことを追いかけてきてるみたい。なんじゃと。さっさと言うのか。ち、これは確かに魔獣の魔力だ。まだ遠いな。わざわざ相手をするまでもない。え？どうしましたの、イコ。魔獣に追いつかれる前に移動しますわよ。ちょっと待って、みんなは聞こえなかったの？魔獣の声ですか？ううん、そうじゃないってば。あの子の悲鳴が聞こえたの。あ、もう。イコちゃん、待ってください。面倒なことになったか。おい、お前たち、我々も行くぞ。メイ、起きなさいってば。メイ。あの子ってメイちゃんのことだったんですね。どうですか、怪我はしていませんか？うん、見たところは大丈夫そう。だけど気を失ってるみたいで。魔獣はどこにもいませんわね。今のうちに安全な場所に連れて行くのが吉ですわ。だったらグラがおぶってあげる。なるほどな。一体どうしたんだね、インビー君。私たちも急いで移動した方がいい。どこに魔獣が潜んでいるかわからないからな。しかし不思議なことがあったものだ。獲物を前に魔獣が姿を消すとは。いや、これは幸運と言った方がいいか。いや、幸運などではない。これを見ろ。これは炭？いや、萌え殻か。だが樹木のものではないな。まさかこの形状は。魔王どころの話ではなくなったな。それはどういう意味かね。一つだけ確かなのは、もはや魔獣の脅威はなくなったということだ。あの女、メイの目覚めを待つとしようか。